浦幌駅は北海道十勝郡浦幌町本町にある北海道旅客鉄道根室本線の駅である。駅番号は計40。電報略号は裏。事務官コードは11425。特急大空2号11号が停車する。1977年の浦幌駅と周囲約500メートル範囲。上が根室方面。駅裏の島式ホームは 駅標速片面仕様で実質は千鳥状にずれた相対式ホーム2面2線。駅裏側には木材土場用に貨物積み下ろし線と留置線の2本が敷かれて南側に引き上線が伸びる。また島式ホームの北側端までの留置用側線1本も有している。駅標速北側には一般に乗降用ホームが千鳥状に設けられた場合に 反対側に設けられることが多い貨物ホームが、乗降用ホームの駅標速に植栽を挟んで、長い切り欠き場に設けられ、貨物積み下ろし線が引き込まれている。構内には多くの貨車が目立つ。貨物取扱廃止後、これらの貨物線の多くは撤去されたが、駅裏の木材土場用積み下ろし線は、北側の接続が切られて、引っ込め線化され、南側の引き上線には、 保線車用車庫が設けられてどちらも保線用として残されている。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成アイヌ語のウララポロあるいはオラプオロからとされる。1日の平均乗降人員は以下の通りである。ウラホロ町の中心駅。ありがとうございます。